は7分です。大変な長くお待たせいたしております。本日も第2試合、山梨学院高校対英明高校の試合開始に先立ちまして、両校のスターティングメンバー、並びに審判をお知らせいたします。先攻は3年側、四国地区代表、英明高校、1番、ショート、鈴木君、背番号6、2番、サード、大島君、背番号5、3番、ライト、小戸君、背番号9、4番、センター、須賀君、背番号8、5番、キャッチャー、中村君、背番号2、6番、レフト、高松君、背番号7、7番、セカンド、小中君、背番号4、8番、ファースト、平野君、背番号13、9番、ピッチャー、下村君、背番号8。対しまして、高校は1年側、関東地区代表、山梨学院高校、1番、ショート、新藤君、背番号6、2番、センター、星野君、背番号8、3番、レフト、岡村君、背番号7、4番、ファースト、高橋君、背番号3、5番、キャッチャー、佐中君、背番号2、6番、セカンド、大森君、背番号4、7番、ライト、徳弘君、背番号9、8番、ピッチャー、林君、背番号1、9番、サード、伊藤君、背番号5。なお、この試合審判は、球審、小沢、塁審、一塁、中川大輔、二塁、増田、三塁、浅野、以上4試審判でございます。また、この試合の公式記録員は、東都大学野球連盟、専修大学、吉田博人、東都大学野球連盟、国士舘大学、伊谷優馬、場内放送を東都大学野球連盟、立正大学、永田葵が担当いたします。試合開始まで今しばらくお待ちくださいませ。日本の社会の縮図。病院行くの。病院の待ち合いに。高齢者に強いしかいない。
英明高校6時から残り2分です。